東京盲和学校発祥の地比東京盲和学校は、明治後期の日本に存在した管理の盲教育、老話教育機関。現在の筑波大学附属資格特別支援学校、同調格特別支援学校の前身にあたる。1888年、文部省直轄の訓盲。1909年に盲教育部門が東京盲学校として独立したため、 その翌年に、東京ローア学校と改称された。1875年5月に、古川正夫、津田仙、中村正直岸田銀行、ボルシャルとヘンリーホールズの6人が集まって、盲人教育の必要について話し合い、盲人学校を設立するための主体として、落前会を発足させることを決めた。翌年、前島ひそか、小松明、杉浦譲る、 山尾洋蔵が加わっている。翌1876年に、落前海軍猛院の設立認可が下り、皇室より3000円が可視された。校舎は、築地山丁目、約4783坪だった。1879年12月、総面積約100坪、総レンガ作りの2階建てで、室内は総漆塗りの校舎が落成し、1880年に、 授業が開始された1884年、当時の日本では、盲人だけでなくーア者の教育も行おうという観点からーア者も受け入れることとなり、名称も、訓盲話院と解消した。1886年には、落前会から文部省に移管されて、管理学校となり、1888年に、東京盲話学校と解消された。1890年に校舎が、 小石川区さすが屋町に移転。1909年、盲話分離が実現して、東京盲学校が設立され、東京盲話学校は、翌年に、東京老話学校と解消された。東京盲学校は、1910年に、増子ヶ谷の現在地に移転。東京老話学校は、太平洋戦争中に、戦災で、さすが屋校舎を失い、1946年に、 千葉県市川市高野台に移転した。戦後の学生改革では、国立の学校数を減らすことが意図され、東京盲学校と東京う和学校は、東京教育大学の付属学校の一つとなり、東京教育大学教育学部特設教員、養成部、同附属盲学校、東京教育大学付属う学校となった。その後、筑波大学の設立に伴い1978年に、 盲学校が筑波大学附属盲学校に、老学校が筑波大学附属老学校に名称を変更。さらに2007年には従来の特殊教育といった故障などを廃止、特別支援学校の名を冠する文部省の方針から筑波大学附属資格特別支援学校及び筑波大学附属聴覚特別支援学校に名称が変更されている。ありがとうございます。